KDE ディスプレイマネージャは u n i x ス系ペレーティングシステムを使っているコンピュータのグラフィカルログインターフェースである。KDM は X ウィンドウシステムに標準装備の X ディスプレイマネージャー XDM を KDE ソフトウェアコンピレーションにおいて置き換えるものである。KDM によりユーザーはログインごとにセッションの種類を選べる。KDE SC と同じく Qt ーツールキットが利用されており、K デスクトップエンバイロメント3の KDE、コントロールセンター、または KDE ソフトウェアコンピレーション4の KDE システム設定から設定できる。テーマやユーザーの写真を設定することも可能。シンプルな KDE ログインダイアログボックスには、左側にユーザーのリストが表示され、そこにはユーザー名、オプションで、 実名やユーザーか管理者が選んだ小さな写真も含まれる。リストの右側は挨拶の言葉と写真である。これらの項目は KDE コントロールセンターを使ってカスタマイズできる。ユーザーはこの写真をアナログ時計に置き換えることもできる。写真、時計の下はユーザー名とパスワードのテキストボックスである。一部のシステムではパスワード入力領域の下でセッション選択箇所があり、 そこでは、KDE、GNOME あるいはシンプルな端末などユーザーの使いたいセッションの種類を選択できる。一番下には、コンピュータのシャットダウンや再起動、X サーバーの再起動あるいはユーザーを管理するツールの起動を行う命令を提供するボタンが並んでいる。KDM には、オプションの自動ログイン機能がある。これは、 本質的に危険なものだが一部のユーザーが求めるため実装された。ありがとうございます。